はい、今日この本書いてるんですけど、その菊池さんにね、1ページアドバイス欄をもらおうと思って。高校までみんなそうやってたわけじゃないですか。トーイックになっちゃうとそれをやらずに、何回も問題、これはこういうことが書いてるからこれが正解だよっていう、それを繰り返して、では始まりました、森哲チャンネルです。さあ今回はですね、イングリッシュモンスターチキモン菊池さん、ハローデア、はい、ハローデア、はい、溜まっててもチキモンが出てくるようになりました、はい、ありがたい限りでございます、はい、ですね、お越しいただきました。今回はですね、そう、開封の儀ですね、はい、またやってまいりましたね。トイックの、ね、結果発表になります。配信してみればいいんですか、生配信でタイムずっと読んでるだけずっと読んでるだけって。イングリッシュモンスター菊池さんっていうのはですね、もし満点じゃなかった場合どうするんでしたっけ。鼻くその儀The Ritual of Bugar、ね、はい、はい、ということでですね、うん、ババは鼻くそですね、鼻くそをくっつけるというですね、そういうものをやるんですよ。もうそれ実際やっちゃうと森田先生が締め出し、 YouTube からどっか偉い人から締め出し食っちゃうから、そんな締め出されないわと思うんですけど、まあ真似だけですけどね、はい、やろうと思います。いいですよ、本当にくっつけちゃってもう YouTube ですから、何でもいいです、はい、いきますけど、まあどうなんですか、自信的に。全然ない。あ、やそうなんですか。やっぱり例の問題、あ、一問なんかね、うーんっていうのがあったんですよね、うん、会社のマークの問題、ね、私と答えが割れてて、うん、でまあそうですね、僕の開封動画はすでに撮ってありますが、そこで喋ってるやつですね、うん、これが果たして合ってたのか合ってなかったのかが分からんぞっていうやつね、うん、直後はね僕の方が正しいと思ってたんだけど、さあ見てみましょうか。僕もですね、生放送ではめちゃくちゃというか、全然違うんじゃないですかっていっぱい言われたんですけど、うん、さあどうだったのかですね。あーやだなー、さあ、では、怖い怖い怖い、さあ怖い怖い怖い、引っ張った方がいいのかな。では、はい、まず私が見させて。え、見るんですか最初。はい、はい、どうぞどうぞ、はい、どうぞ、はい、はい、さあやっぱり、さあ見ましょうか。はいはい、はい、や、公約通りつけます。985点ですね、はい、表につけるとまずいので、裏にうわでは、うん、はい、うわー、985点、あー、リーディングですね。じゃあどこが減ってたのかっていう、じゃあまずですね、うん、リスニング、あー、リスニング、ほうほうほう、こんな感じになってるんですね。よ、はいですね、そこ、これ白いやつで見えないってすごい言われるんですけど、分かりました、今回ちゃんと、はい、別撮りしておきます。そう、コメント欄に来たんですよ、見えないって。いや、あ、そうなんですか、はい、白で見えないから、うん、ね、1、2か、もしくはもうちょっと多いか、3とか間違ってるかもしれないですね。90ですね、リーディングはこちらになってますね。あれかな、はい、語彙が理解できる、リーディングは 1問でアウト、リーディングは1問でアウトになってますね、うん、あの問題語彙じゃないんじゃないですか。でも本文と選択肢の言い換えになってたじゃないですか、単語が。なるほど、うん、そういう、で僕はその結局この具体的な情報のところが95で1個減ってたんですよ、うんうん、じゃあどっかでミスっちゃったのかな、うん、だからその問題だと、それ以外の問題は自信あったんですけどね、正直言って、はい、うん、別のところ どっかで語彙ミスしたかな。他の人のやつも見たら1問ミスで満点取れてなかったです、うん、あ、そうなんだ、うん、だから僕のフォームは1問ミスでも満点が出るフォームだったんですね、うんうん、で菊ちゃんのところは全問正解じゃないと満点が出ないというフォームだったわけですね、うん、あら、やっぱフォームもありますねこれね、そう思うと、うん、面白いですね。なるほど、いやー、そうなんです、フォームっていうのが複数あって、うん、同じ問題とは限らないので。なるほど、結局2019年は7勝3敗でした。7勝3敗、はい、10戦中7勝3敗ということで、うんうん、
ずっと1敗か2敗のラインは死守してたんですけど、はい、久々に1年で3敗してしまった。293だから、うん、じゃあ2020年は早く7勝して早く100回記念を取りましょう。でも1回1月たぶんつまずいちゃったんで。あ、うん、そうなんですね、うん、1月はもう問題は非常に楽しかったです。あ、ただ問題は楽しかった、まあ、リスニングで自分のリスニング能力が落ちてたか、はい、もしくはその物理的な音量が、あ、はいはいはい、非常に今までの半分ぐらいの感じ、実感としては、うん、だったので、その多分両方だと思うけど。なるほど、うん、こんな中でいきなりで、うん、悪いんですけども、あの、僕ですね、勉強法の本書いてるんですけど、うん、その菊池さんにね1ページなんかアドバイス欄をもらおうと思ってて、はい、菊池先生にですね、トイック受ける人、自分がどうやって勉強したかと、うん、受ける人へのメッセージをちょっともらえるかなと思って、それを私が1ページのコラムに書き起こそうと思いますので、うん、ちょっとふざけて自分のことを紹介することになって、はい、タイム丸読み、そう、 CNN 丸暗記、はい、日本一効率の悪いトイック対策実践者っていうなるほど、で9割ぐらいは笑い取りに行ってるんですけど、1割本気で、あ、教育対策、教育対策って聞くけど、教育対策ってなんだよっていう、なんか実感としては、あの、英語力なくてもなんかテクニックで点数取れるっていう、僕はもう20年教育関係の、今はやってないけど講師とかやってて、はい、本当に英語力関係なくてテクニックで点取れるっていう話は聞いたことがない、うん、ひょっとしたら実験したらあるかもしれない、うんうん、ゼロではない、可能性はゼロではない、でも実証して、あ、なるほどそうだなと思ったことはないです、うん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 、それの暇があるなら英語の 初級のビジネスで、うんうん、Eメールのやり取りしたり、簡単な電話を取ったりしたり、それができればもう自動的に点は取れるんで、うん、それを目指しましょう。で、何も難しいことはない、うん、公式問題集か、うん、公式問題集も使ってる英語は問題ないんだけど、問題の質自体がね、ちょっと私が点数落としておいて偉そうに申し上げたいけどそうか、そうですね、この回によりによって私がやってもちょっと納得できないなっていうのが公式問題集って結構あるんですよね。ほいほいほい、うん、ちょっとこれどう考えても論拠足りないな、うん、そういうのを含めて、どうも公式問題集は好きになれないっていう人もいるから、はいはいはい、でそういう人は他の問題集でもいいから、とにかく答え探しの方法ではなくて、はい、その問題集を使って英語力教科書みたいに使うっていう、ね、うん、高校までみんなそうやってたわけじゃないですか。そう、まあ、好き嫌いはあるにしても、うん、知らない単語があったら覚えて、うん、難しい文は日本語から英語できるようにしてっていう、うん、TOEIC になっちゃうとそれをやらずに、なんか何回も何回も問題、このこれはこのここにこういうことが書いてるからこれが正解だよっていう、うん、それを繰り返して、まあ、ゼロではない、うん、無駄にはならないけど、それよりかはそこにある知らない単語を覚えるとか、リスニングであれば、まあ、手っ取り早くやっぱり点取るのはリスニングかな。で、うん、ただ聞くことで、の CD に、知らない単語がないし、うん、全部聞き取れる、ほぼ 99% 聞き取れるっていう人はもういらない、それで多分もう満点に近いと思うから、うん、でそうじゃない人、まだリスニングの中に知らない単語があったり、あるいはすごい、ね、低レベルですけど Not at all っていうね、うん、なるほどって言われて聞き取れなかったりする、うん、で聞き取れなかったのをスクリプト見てね、うんうん、で確認するっていうの、肝心なことはその聞き取れなかったところをあのスクリプト見て、うんうん、それが結構難しいのかな。なるほど、うん、あの、どうなんですか、公式問題集とか聞き取れないときにスクリプトスマホで見れます？スクリプトスマホで見れる、スマホでは多分見れないですね。でそうするとスクリプトを写真で撮っといてとかね、はあはあ、なんか工夫はいくらでもできると思います、うん、あの、机に向かってるときはいつでもあの聞き取れなかったとかチェックするっていうのは、はあ、聞き取れなかったところをその「なら」のところを、10回とか20回とか聞けば、その次に同じような表現が出てきたら聞き取れるチャンスが大きくなるわけで、うん、それかな。知らない表現を覚える、うん、聞き取れなかったものは聞き取れるようにする、うんうんうん、ね、もうそれを正解にたどり着くコツではなくてね。なるほど、すごいですね、なんか R さんと一緒に会ってる人とは思えないですね、うん、そうなんですかR さんの対局をなす感じですけどねいろんな人の対局なんです、ね、ジュンさんとも対局だし、あ、そっか、ジュンさんね、もしとかね、うん、たくさんやる、ね、多分私は生まれてから一回もちゃんと2時間かけて真面目に模試を受けたことはない。ほう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 、うん、そうですね、やり方、うん、まあ、いろんな人のいろんなやり方がある、うん、千差万別ですね、だから面白いんで、うんうんうん、なるほど、うん、
まあ菊池さんといえばタイムなので、まあなぜかそういうことになっちゃいました。タイムを読む人ということで、うんうん、本当はどっちかというとニューズウィーク派だったんですけど。そうなんですね、はい、あの紙のニューズウィークがなくなっちゃったんで、もうタイム派になってしまいました。なるほど、はい、やっぱタイム読みたいって人多いんで、そのようなことを聞いていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you.